ちょっと遅くなるだけなら許せるけど、私がご飯を作って待ってるのに朝帰りなんて。それはひどいね。ひどいでしょ。部長にナイトクラブに連れて行かれて携帯も繋がらなかったっていうのも信じがたい話でしょ。あのさ、はい、みんなにその彼氏の愚痴を言いたいなだけで付き合ってない？え、そうだよ。OK。ですね、ビール3杯とハイボール2杯でよろしいでしょうか。あ、ちょっと待って、俺はどうしような。またすぐに伺いますね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。このはい、オレンジジュースとウォッカのやつにする。スクルードライバーを一つで。あ、このお店ウォッカ何使ってる。本店ではスミノフを使っております。スミノフか。ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待って、またすぐに伺いします。ここは何時に閉まるんだっけ。朝の2時まで営業しております。2時か。うんうん、またすぐに伺いますね。さっきトイレ行ったら、はい、石鹸が切らしてたよ。すぐに確認しますね。申し訳ございません。あ、いいよいいよ。あ、ごめん遅れた。あ、みんな久しぶりやな。あ、久しぶり。うわ、飲み物どうしよう。あんま時間ないな。これからもう一つの飲み会に行かなくちゃいけないんだよね。そうなんだ。みんな俺の友達覚えてる？最近さ、結構芸能界でいい感じになってさ、今日は六本木で業界の大物と飲むらしいけど、俺も誘われちゃったね。じゃあもう行くね、みんな。じゃあね。あ、じゃあまた。もうあいつ何しに来た。唐揚げ4つで、揚げ豆腐2つ、餃子も3つ、あとソーセージの盛り合わせ3つ。あとこのマカロニグラタン。ちょっと多すぎない？いや、大丈夫。俺めっちゃ食うから、すんげえ腹減ってんだよ、今。もう今のでも足りないと思うよ。うわー、もうめっちゃお腹いっぱい。もう食えん食えん。ほぼ全部残ってるじゃん。大丈夫大丈夫、みんなで食べればいけるいける。私そんなに食べれない。俺はもう限界けど、みんなで食べや。君はちゃんと人の話を聞かないところもあるんだからね。ダメなんだよねそれは。はい。そして今は楽天会社で働いてるやろ。はい。あの会社は良くないよ。モラルのない会社の加担者となるとは良くないよ。うん、そうだね。君は今度の日曜日にうちの教会にちょっと来るべきだね。一回来てみた方がいいよ、うちの教会。いいえいいえ。あ、私はそれに行きたかったです。私一つの夢はフジロックに行くことです。フジロックのどっちパフォーマーが好きでしたか。それ私。有価証券、合資、場外株、ビットコイン、うん、利益幅、利益配当、固定資産税。やっぱり女はね、金だよ、金だけよ。